こんにちは宇和澄理恵です今回はトヨタ自動車の代表取締役社長豊田昭雄さんが母校であるアメリカのバブソン大学での卒業式に行ったゲストスピーチの翻訳を朗読します前半にジョークがたくさん入っていて会場がドカンドカンと笑いで包まれます、えー、後半はですねぐっと心にくる言葉がたくさん散りばめられていて感動します 卒業生の皆さんや家族たちが拍手・喝采を送った名スピーチです。タイトルは、「さあ、自分だけのドーナツを見つけよう。」です。お聞きください。今日、この場に招いてくださったバブソン大学の皆さんに感謝したいと思います。ヒーリー学長、カポッチ会長、ライス学長補佐、リーン・ローラグ、運営委員会の方々、 両親、パートナー、友人たち、赤ん坊たち、そして卒業生の皆さん、こうしてバブソン大学の100周年を記念しお話しさせていただけることを非常に光栄に思います。この特別な2019年の卒業生へ、まず私からお祝いの言葉を申し上げます。 では、担当直入にお話しいたしましょう。そこに座っている皆さんの中に、卒業後どこで働けばいいのかというストレスでいっぱいな方がいると思います。どんな企業が自分を雇ってくれるんだろう、なんて考えていると思います。では、そのお悩みを今すぐに取り払い、皆さん一人一人に働いてもらいましょう。そう、トヨタで。 まだ人事部の許可は降りていないんですが <laughs> きっと大丈夫でしょう <laughs> さあこれで就職のお悩みは解決しましたねもっと大切な話をしましょうかこのものすごく大切な時をどうやって過ごすか今夜どれだけ羽目を外してこのパーティーを楽しむかということなんかですね それからもっと大事なのは、私も仲間に入れてもらえますか <laughs> でもあんまり遅くはいられないんですよ。明日はゲーム・オブ・スローンズの最終回ですからね。<laughs> これは言っておかないといけないんですが、私がバブソンにいた時、自由な時間なんて全く持てませんでした。 英語で講義を受けるというのは私には本当に難しかったんです全集中力全自由時間を費やしましたパーティーにもアイスホッケーにも行かずただ寮講義図書館寮講義図書館の繰り返す毎日ですからバブソン在学中の私を一言で言うとつまんねえやつでした でも、卒業してニューヨークで働き始めたら、まるで失った時間を取り戻さんばかり。あれよあれよという間に、夜の帝王ですよ。<laughs> 私と同じことをしなさいと言っているのではありません。皆さんの顔を見れば、誰もつまんねえやつじゃないと分かります。きっと、 充実したキャンパスライフを楽しんできたんじゃないかと思っています。ここにお招きいただいたからには、まず、つまんねえやつになんかならないで楽しんでくださいということをお伝えしたいのです。自分が本当にハッピーでいられるものを見つけ出してください。何が人生を楽しくしてくれるのかです。私が学生だった頃、 ドーナツに楽しみを見出したんです。<laughs> アメリカのドーナツは心躍る衝撃的な大発見でした。皆さんにもそんなドーナツを見つけてほしいのです。<laughs> 自分をハッピーにしてくれるものを見つけて話さないでください。分かってほしいのは これから諸君が登らなくてはならないだろう険しい山々や直面するだろう困難。なんていう平平ボンボンな話をするために私はここに来たんじゃないということです。そうじゃない。ただ前を向いて全てうまくいくと考えていた方がいいと思うのです。私は皆さんが大物になると思っています。本気ですよ。 それが厄介なんです。皆さんは成功します。しっかり出世してお金を得ることでしょう。でも、それは楽しいことでしょうかそれはあなたが愛してやまないことでしょうか才能に溢れる皆さんのような人は、ある日目が覚めたら、住宅ローンとバブソンを卒業させなきゃいけない三人の子供という、 黄金の手錠にとらわれていることにやすやすと気づくでしょう <laughs> 家業を継ぐか否かどちらにせよ今が心底やりたいことを見つけ出す時ですキャリアを積み上げ出したばかりの時が一番おいしい時期ですいろいろ試してみる自由があります避けがたい人生の責任というのがその後に増えていきます だから、今の時期を有効に使って、自由を謳歌して、若さがあれば自分の素敵な世界を見つけることができます。予想通りにいかないことを恐れないでください。いろんな点で私はラッキーでした。というのも、かなり早い時期から自分は何がしたいのかわかっていたんですね。子供の時、 タクシードライバーになりたいと確信していました完全にかなったわけではないものの非常に惜しいところにいますずっと自動車を運転してずっと自動車に囲まれていてドーナツよりも好きなものがあるとすればそれは自動車です <laughs> トヨタは80年以上自動車を作り続けていますが折り木作りのビジネスから始まっています 祖,祖父が自動織機を開発し祖父の喜一郎が自動車産業へコンバートして今のトヨタ自動車を創設しましたトヨタの三代目が私ですが皆さんはこんなことわざを聞いたことがあるでしょう三代目は苦労を知らない三代目が台無しにする <laughs> まあ願わくば例外であってほしいと思います最終的に 私はバブソン大学を卒業したわけですから <laughs> 幸運もあるでしょうだけど CEO になった後すぐに大恐慌地震津波リコールがありましたワシントン DC の議会に証言をしなければなりませんでしたその時ばかりは本当に仕事をしたいと思いましたねタクシードライバーの方の でも、今は元気ですよと言えるので満足しています。というのも、バブソンで学んだことがトヨタで生きているからです。何よりも役に立っているのは、起業家精神の感覚でしょう。この場所でインストールしたものです。トヨタほどの大企業であっても、私はスタートアップとして考えようと心がけています。実際、 何十年来の家族でビジネスを走らせることの課題もあり、それは確信を求められたときに喜んで変わることができるかということです。客観的に物事を見極められるか、不安要素にしがみついてしまわないか、ある時繊維を作ることのリスクをどうやって取るか、それに自動車、その次だってありますよね。 今日、この産業には多くの他の産業と同じように革命が起こっています。今から20年後にどんな車種が道を走っているのか、私でさえ予測がつきません。ですが、バブソン時代に戻ってみれば、走って逃げるよりも変わることを受け入れるべきだと気がつかされます。私もあなたたちに同じことを伝えたい。 よくこんなことを尋ねられます。トヨタの名前を背負って大変ではありませんかと。あなたたちと同じぐらいの年齢だったら、その通りですね、と答えたかもしれません。今となっては、この名前が表すものを本当に誇りに思っています。世界中の大勢の人が支持してくださっているんです。 話を未来に投げて、あなたたちが自分の本当に好きなことをして成功しているとしましょう。そして一人の CEO として、そのもう一人の CEO にアドバイスをするならば、ヘマすんなよ、です。当たり前だと思わないこと、正しいと思うことを実行すること、正しいことをすれば、 お金は後からついてくるものです。歳をとっても新しいことをしてください。10年前にトヨタの CEO になった時、あるメンターから言われたことがあります。高度な運転技術がなければ、技術者たちには響かないだろうと。だから私は52という年齢でマスタードライバーになろうと訓練を積みました。 レーシングカーを運転するのが目的ではありませんでしたが、やりすぎて父親を困惑させることにもなったわけです。それでも、私が自動車について何を考えているのか、技術者たちに伝わるようになりました。大事なことは、何歳になったって、いつだって、新しいことを学ぶことができるということです。 学ぶ人であり続けてください。それが何よりも素敵な仕事なんです。あなたに影響を与えてくれる人を見つけてください。有名なテレビ司会者、オプラ・ウィンフリー、スター・ウォーズのヨーダ、アメフト選手のトム・ブレディ、両親、友人、彼らからエネルギーをもらいましょう。 誰かに刺激を与える人になってください。立派なグローバル市民になってください。環境のこと、この地球のこと、世界では何が起こっているのか、いつも気にかけてください。かっこつけるのではなく、温かい人になってください。自分自身のブレない軸を決めてください。 トヨタでは誠実さ、謙虚さ、尊敬といった価値観を大切にしていて、それらをトヨタウェイと呼んでいます。これはトヨタにとっては北極星のようなもので、私たちを導く光です。皆さん自身を導く光を見つけてください。その光に導かれて、さまざまなことを判断してください。 世界がより良い場所となるよう皆さんの手助けをしてくれるはずです。学生の皆さん、今日という日は終わりであり、始まりです。日本では新しい天皇が誕生するたびに新しい時代が始まります。暦もまた一から数え直しです。その時代ごとに名前も新しくなるのですが、 日本では新しい時代に突入して、令和という名前が付けられました。美しき調和といった意味です。多くの点において、誰もがそれぞれの新しい時代を生き始めています。時計の針が一に戻った場所では、可能性が無限大になります。あなたの時代が美しき調和に囲まれ、成功に溢れ、 多くの、本当に多くのドーナツで満たされることを願っています。ありがとうございました。